1日あたり40万人の乗降客でにぎわう上野駅。この駅の地下4階には東北、上越、そして長野新幹線のホームがあります。1970年に地下水の汲み上げを規制する条例ができて以来、上昇を続けた地下水位は1994年にはマイナス14メートルにまで達しました。そこでこの地下水の浮力によって駅構造物が浮き上がるのを防ぐため、3万7千トンもの鉄の塊をホーム下に置くという対策が取られました。しかし地下水位はその後も上昇を続け、2003年にはついにマイナス12メートルに達し、再び何らかの対策を取らざるを得なくなりました。こうした経過から2004年10月、総本数603本の永久アンカーを設置する第二次対策工事がスタートしたのです。地下およそ30メートルのところにある新幹線ホームでの作業には、さまざまな制約と技術的な課題がありました。例えば、駅の階段を利用して搬入し、営業中のホーム上で施工する作工機は、大きさや騒音レベルで制約を受けます。採用されたバイブロ式クローラードリルは、最も騒音レベルが高い打撃や振動による掘削時でも、駅の放送ベルをわずかに上回る程度で動作する優れた静音性を備えています。また削鋼水やセメントミルクの供給、削鋼後の排水や排土を処理するプラントもスペース的な制約を受けます。この問題は、比較的大きな設備である一次プラントは地上に、二次プラントを地下5階に設置することで解決しました。また削鋼で生じた排水と排土、注入で生じた排ミルクはすべて地上に吸い上げ、一次プラントと脱水プラントで適切に処理した後処分しています。工事の進行上、新幹線の運転中にも施工する必要がありましたが、ご覧のように開閉可能なパーティションで施工部位を囲うことで駅利用者の安全を確保しました。ところで、こうした制約とは別に大きな技術的課題として存在したのが、地下水の圧力の問題でした。長さ17メートルのアンカーの先端は47メートルの深度に達しますが、そこには極めて高い圧力を受ける地下水があり、雑工するとその水が吹き上げてくることになります。この問題は雑工から始まる工事中はもとより、工事終了後までも大きな影響を与えるもので、その対策にはさまざまな技術が求められました。では、その技術の一端を施工手順に沿って見ていきましょう。まず、アンカーを打設する位置にマスとベースプレートを設置し、下部止水ボックスを取り付けます。続いて、ホームとその下の耐圧板をコアリングして、削鋼機のケーシングを通す穴を開けます。このマスの中に別の場所で組み立てた上部止水装置を取り付けます。地下水の圧力が高いため、そのまま削鋼するとケーシングと削鋼口の隙間から地下水が噴出してきます。
これを防いでいるのが上部止水ボックスの上に取り付けた2つのプリペンダーです。ゴムパッキンとグリースコットンという水密性の高い素材がケーシングとの隙間を密封しています。殺菌が進んでケーシングを継ぎ足す際には殺菌水の圧力がなくなるため、ケーシング内に地下水や殺菌スライムが逆流してきます。殺菌に使用した液湿度にも対応する硬質チップを備えた特殊複合ビット、この先端に取り付けられた逆止弁は殺菌時には殺菌水の圧力で開き、圧がなくなると地下水圧で閉じて逆流を防ぎます。またこのビットには殺菌終了時点でビットを切り離し地中に残すためのメカニズムも組み込まれています。これは殺菌を終了したケーシング内にビットピン回収ジグを送り込み、ビットとアンヘンガーを接続しているビットピンのバネを押さえつけて外すもので、この装置により埋め殺しにするビットの切り離しが極めて容易に行えます。テンドンの挿入にあたってはまずセメントミルクを最深部から注入してケーシング内部の殺菌水と置き換える置換注入を行います。セメントミルクの戻りを確認してマウスパッカー、特殊パッカーなどが所定の位置に取り付けられたテンドンを挿入します。ケーシングをそのまま引き上げると露出した鋼壁部分から地下水が逆流してきます。そこで取られたのが地下水圧に対するセメントミルクの注入圧とマウスパッカーの動作圧をうまくコントロールすることでセメントミルクの加圧注入とケーシングの回収を同時に行うという方法でした。テンドンの最上部に取り付けたマウスパッカーを地下水の圧力に対して 0.1 メガパスカル上回る空気圧で膨らませます。この状態でセメントミルクを加圧注入すると注入圧がマウスパッカーの動作圧を上回った時点でパッカーは機能しなくなるためケーシングの回収が可能になります。また引き上げたケーシングを切り離すために加圧注入を止めると圧力が下がった時点でマウスパッカーは再び止水機能を取り戻すことになります。引き上げたケーシングの先端が上部止水ボックスの上端に達したら止水口に移ります。特殊パッカーはテンドンを挿入するとちょうど耐圧板の中に来る位置に取り付けてあります。この特殊パッカーをセメントミルクで膨張させコアリングした部分を止水します。止水装置としては上部止水ボックス内の口元パッカーもあります。これもセメントミルクで膨張させて使用します。完全に止水されたことを確認したら最後のケーシングを取り外し特殊パッカーの下側に裏ゴム注入を行います。すでに下部止水ボックス内の止水材を取り除き新たに無収縮モルタルを打設したアンカー、次の工程は設計通りのアンカー力が得られているかを調べる
品質保証試験です。油圧ジャッキを取り付けて所定の張力をかけ、アンカーの性能を確認します。試験をパスすると、アンカーに一定のテンションをかけたまま固定する定着を行います。最後の仕上げとして、ヘッドキャップを取り付け、アンカーヘッドを守る防生剤を注入して施工を完了します。こうして施工されたアンカー603本のうち、約1割については、荷重計を取り付けて残存緊張力の監視を続けていきます。地下水の海に浮かぶ駅というショッキングな見出しで騒がれた上野駅は、今さまざまなアイデアを集約した日本基礎技術のアンカー工法によって支えられようとしています。